どんかぶりにしちゃった。ちょっと待って、エイトの配信をつけなきゃいけないんだよ。よいしょ、ちょっと待ってね、みんな。え、ばば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 ば、 YouTube 流れ始めた。ショールーム、今音声トラブル。マジ？じゃあまだ間に合うってこと？チーム、もう夏ですね。チームエイト大発表スペシャル、よいしょ、あ、始まった。待って、ヤンホホ、ヤンホホさしたい。イヤホン絡まりすぎなんですけど。刺さんないし。あれ、さ、これイヤホンジャックなかったっけ。ないわ、無音でみよう。ケンケンさん短冊ありがとうございます。分かった、パソコンで YouTube 開けばいいんじゃない。 YouTube じゃないわ、ショールーム。そしたらイヤホンもさせるの。ではこんばんは。こんばんは。ちょっと待って、まだね、さ、自分の配信のテロップもかけてねえんだ。何にも準備できてない。パソコンで見るより iPad で見た方が画質が良い。エイズの日の振り返り、なるほどね。よし、完璧。テロップ書きます。はい、オッケー。こんばんは。まあ、エイちゃんの日の振り返りしてるってことは何の発表か大体予想がつく気がする。よいしょ、めっちゃ通信悪いわ。2016年さえも出てないな、エイジの日。トメさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。2016は申し込んだけど当たらなかった。まあ、豊洲ピットか。豊洲ピットってどのくらいのキャパシティだったかあんま覚えてないけど、
よいしょ。何はともあれ8月8日安いにしてます。すごい嬉しい、ありがとうございます。周年トイートの日がごちゃごちゃなら、確かに記憶ごちゃごちゃになりがち。どっちがどのコンサートやったっけみたいな。こんばんは。トヨシピットは立ち見ですね。あ、それはわかるんだけどそこまでわかんなくはないんだけど。そう、前髪多いな。トヨシピットサリーめちゃくちゃ手振ってくれてキュンキュンした日、18年の時じゃない、その8の日。あー行った、名古屋。17年からですね、さやがあれしたのは。名古屋暑かったね。名古屋センチュリー映画館のライブビューイング、あ、ライブビューイングなんてやってたっけ、やってたような気がする。すごい、こんばんは。こんばんは。センチュリー祭りって何ですかがめっちゃおもろい。ウィンブルドンやった時、あ、やってたかも。あれはあれが相手の日か、ミスターじゃないや、ハッツとヒカルンと3人でウィンブルドンやったやつ、あれは相手の日。こんばんは。こんばんは。赤ちゃんのお披露目はあれ、周年の2017年の周年の埼玉スーパーアリーナですよ。めっちゃ覚えてる、なぜならさえも初めて出たでっかいライブだから。ミスターのファーストラブマジで覚えてないんだよね。なんでだろう。こんばんは。ウィンブルドンはセンチュリーの昼、あ、昼公演の気持ちする。コケアさん来てありがとう。こんばんは。あ、ちょうどその話してるわ、今日方も。懐かしい。こんばんは。京香ちゃんの次がミスターですか？メンバーの加入順マジで全然わかんないんですよね。京香ちゃんまでしかわかんないのさ、やばくない？わかんなすぎる。
チームエイト加入順、短冊ありがとう。ゲチさんもギフトありがとう。こんばんは。あの時もらったカッパまだある。すごい。いいね。京香ちゃん、ミッサー、のんのん、ゆきまる、ひなこって感じなのか。ミッサーが京香ちゃんの次なんだね。知らなかった。全然あの辺なんか結構ギュッとしてるよね。だからあんま印象が一緒だった。よいしょ。エイト君のパンが長野県のお店作成で沸いた。思った。さやもさ、なんか2回エイトの日でさパン配ってるの記憶してるんですけど、そう1回ね長野の時があって、すごい長野からこれ届けたもらったんだ、すげーって思った記憶があります。エイザ君のグッズ買っててスターさんからのパンって私は悲しかった。なるほどね。こんばんは。キティちゃんコラボ昨日からツアーで、そうエイチョとキティちゃんのハチノスダンスの衣装のコラボのやつ、遠方の方大歓喜、通販始まりました。イエーイ、嬉しいね。お出迎えがルンちゃん、サイリン、ヨコちゃんでサイリン、ウチワ持ってたらルンちゃんが私も欲しいって。その頃からもうルンちゃんと結構仲良かったのか。全然いつ仲良くなったかって覚えてないね。メンバーと気づいたら仲良くなってっから。よいしょ。こんばんは。横顔も可愛い。ありがとう、見てくれて。今日はもうお風呂入っちゃったのですっぴんなんですけど、ちょっとさメンバーが喋ってるの見るとさ見入っちゃって無言になっちゃうよね。よいしょ。こんばんは。
難しいね、8の日。2018年が豊洲で4回公演ぐらいやったやつですよね。なんかとんでもスケジュールだったの覚えてる。グランキューブか。 OB が来てくれたやつだ。 OB のみんなが、 OG か。 OB だと男性になっちゃうね。こんばんは。OG ガールだから OG か。午前中仕事して夜に大阪行って、すごい。あ、エンドレスのコント、ここか。あー、やった。こんばんは。今年ナイトの日は月曜日。そうなんですよ、月曜日ってなかなかになっちゃうね。こんばんは。私のエピソードだ。短いっすね。こんばんは。そんなサイモン見てるからサイリン出てるよって言わなくてもわかるよ。こんばんは。怖いエピソードすぎるよ、レイちゃん。こんばんは。平日より土日の方が嬉しい。まあでもそれはみんなじゃない？でもエイトの日はさ、その曜日関係なく8月8日に行われるからさ、毎回大変よね。な、大阪でさ、ミッサーとね、アボカドやったんですよ、多分。めっちゃ懐かしい。全然覚えられなくて、ダンス。超苦労したの覚えてる。懐かしい。こんばんは。客席の間から出てアボカドやってた。そう、なんかアボカド、しかもなんか渡した。アボカドってさ、皮黒いんですよ。皮に黒のペンでサイン書いてお客さんに多分渡したんですけど、マジでサイン一個も見えないの。ゴツゴツしてるし、これ渡す意味あるんかなって見ながら、こうファンの人に渡しとった。あ、試験さん、はじめまして、はじめまして、こんばんは。
ばんは。しけんさん、はじめまして。お、しけんさん、こんばんは。今ね、エイト特別配信ルームにて、エイトの、もう夏ですね。チームエイト大発表スペシャルをね、見ながら配信してます。こんばんは。エイトの日の振り返りをしています。ついでに、こんばんは。去年のエイトの日何してたっけ？あれですよね、そう、エイトの日やる予定だったけど残念ながらできなくなって1月にやりましたよね。セットリストほとんど変わってなかった気がする。何やったんだろう。さあ、遊園地コーデみたいなやったやつ、この配信かな。全然覚えてないんだけど、去年のエイトの日。わさっぴさん、短冊ありがとうございます。里山けんけさんも短冊ありがとう。え、8月ってさ、愛媛にいた？去年の愛媛、去年の夏って。違うわ、まだ愛媛に行ってないわ。8月の12日ぐらいに愛媛に行ったんだよ。さやは濃厚接触者になって自宅待機してるわ、8月頭思い出した、思い出したな。8月8日家にいたな。こんばんは。こんばんは。去年の夏はそんな感じだったな。懐かしいネモハモルーマーのアコースティックバージョン。マジンさんにもう2回もお世話になってますな。こんばんは。今年は行けなそうって悲しい。あら、忙しいのかな、悲しい。でもさえもなんかあんまり詳しいことまだ分かってないんだよね。まあ、どこでやるかとかは知ってるけど。そう、さあ大発表でございます。イエーイ。開始30分で発表だ。イエーイ、イエーイ、ピューロランド。さあ、さやは今みんなの思っていることをメンタリストしてあげます。ピューロランドちょっと一人じゃ生きにくいな、絶対今みんな思ってる。
ピューロランドってどうやって行くかもう忘れちゃった。2018年ぐらいに1回だけ行ったことあるんですけど、もうな行き方忘れた。こんばんは。でもメンバーさ、サンリオピューロランドめっちゃ好きなメンバー多いから、サンリオが好きなメンバーが多いからすごいみんな喜んでた。あ、東日本が夜なんだ。なるほどね。え、この前のさ、キティちゃんとのさコラボがさ伏線だったのかな。そういうこと。チケット販売もうすぐやないか。7月6日からだって。こんばんは。夜しか行けないから東日本夜でよかった。イエーイ。400席？少な。オールスタンディングだと700から1000。お、そうなんだ、嬉しい。知らなかった。さえも知らなかった。かわいいメンバーが。メンバーがかわいい。本当に争奪戦になりそう。配信とかないのかな。配信してほしい。さやはサンリオだったらポムポムプリンが一番好きかな。来てくれますよね。でもピューロってワンデーパスそんなに値段高くなかったイメージあるんだけど。かもしれない。でも4300円か。普通にいい値段したわ。安くなかった。安くなかったな。え、キャラクター人気投票ちょ入れ忘れてるわ。え、そんなんやってたっけ。やばくない？ライン見逃してるな。ポムポムプリンに入れ忘れてるわ。え、嘘？さ、めっちゃライン見てんのにな。スタッフさんとのあの8ライン。おかしいな。やらかしてますね。
エイズの日の思い出のアンケートはちゃんとやったのに。あ、待って、忘れた。こんばんは。アンケートブッチしたの？なんか嫌な言い方するの好きだよね、さやのファンの人って。ちょっと LINE 見よう。やらかしてる可能性ある。あー、入れてるわアンケート答えてたわめちゃくちゃ答えた。ポンポンブリに投票してたわ。こんばんは。ちゃんとできてた。え、なんか8の日の思い出のアンケートとキャラクター、好きなキャラクターのアンケートが一緒だったの。同じフォームで2つ答えてて、さ8の日のアンケートめっちゃ悩んだ覚えがあって、そのせいでポンポンプリン投票したこと忘れてた。そう、1位なんだろう、シナモンかな。おー、シナモンだ、かわいい。マイメロさ、生まれてこの方マイメロのグッズ、マイメロが描かれた何かを手にしたことが一度もないんだよね。通らなかった、私が大人になるまで。王道なんだ、キティちゃん、マイメロ、シナモンが。サンリオ疎すぎてさ、どれが王道なのかもわかんないんだけど。大理マジで歌舞伎にゃん太郎世界一好きだと思う。かわいい。かわいい、ももちゃん。職場でもマイメロ使ってる人多い。あ、そうなんだ。タキシードサムとケロケロクロッピーとバットバツマル。おー、渋いね、好みがいいですね。あー、コギミュン、コギミュンってさ、マジでさ知らない知らないキャラクター。いや、あのね、京香ちゃんがめっちゃ好きだから知ったの、最近ね。コギミュンがサンリオキャラなこと初めて知りました。コギミュンって何に出てくるんだろう、ま、何のキャラクターなのかが分かんないんだよね。さよ、シナモン好きだから嬉しい、仕事休めるかな。ね、でもさやもね、シナモン結構好きだよ。そう、シナモン好きです。こんばんは。
大分のハーモニーランドなら行ったことある。あ、なんかこの前京香ちゃんと喋って、京香ちゃんってサンリオ好きなのって聞いて、好きです、好きだよって言ってて、なんか大分にハーモニーランドがあるから、なんかそこよく行ってたみたいな言ってた。それで、あ、大分にハーモニーランドっていうサンリオのパークがあるんやって。そう、あ、ばばばばば、シナモンのネームプレートでさえ買って作ってる。あ、そうそう、あれさ、作ってみたいんだよね。サンリオにさ、なんか推しの名前をさ、こうネームプレートにできるやつあるじゃん。全然さ、誰作る、ゆいりって作ろうかなそう、あれやってみたいの。今度サンリオ行ったらやろう。ちょっとさ、コギミンについて勉強するわ、知らなすぎるから。まさか、4位に入るぐらいのメンバー人気があるとは。でもさ、1、2、3位がさ、最大4票だったってことはさ、めっちゃさ、接戦、いろんなキャラクターに超分散したってことだよね、きっとね。こんばんは、みんなの推しキャラが。コギミュン。仲間たちもいんの？コギミョン、ウサギさん、餃子くん、エビフライ、たこ焼きシスターズ、ピッツァン、うどんさん、チョココロネー、チョココロねえかな、ねえ、姉ちゃんのねえかな、ケーキちゃん、パスタン、唐揚げ兄弟。コギミュンのキャラクターめっちゃ名前ひねってないんだけど、こんばんは。唐揚げ兄弟とかさ、エビフライっているからね、死ぬほど、ね、ひねってなくておもろい。プロフィール、オフィシャルツイッターとかあるわ。何のキャラなんだろう、コギミンって。マジで何のキャラクターか分からん。コギミン、あった。小麦のせいの女の子、本当はおにぎりになりたいと思ってるけど、おにぎりがどんなものか分かってない。どういうこと？粉なんだ。ってことはさ、あれだね、仲良くしないといけないね、コギミン。すごい、小麦もキャラクター化する時代なんだね。いいと思います。仲良くしなきゃいけないじゃん。そや、パンでめちゃくちゃ小麦粉にお世話になってんだから。こんばんは。朝ジョンマイに出て夜アニマル。え、そっか、8月8日って誰ですか？ハッツかな。今だって3期出れるのハッツしかいないもんね。2期が助っ人で出てるけど、なんだっけ、ジョンマイラブ、4人が意気込み言ったら勝手にさえも意気込みを。徹夜スケジュール、こんばんは。ハッツか、なるほどね。ひなかこぎみゅんって発音できない。こみこ言えない。こぎみゅんむず。え、さ、こぎみゅんマジ、京香ちゃんが好きなキャラクターって知識しかなかった。だ、8月はずっとハッツなんだね。ハッツの8月だね。え、じゃあ8月めっちゃハッツ大変じゃん。毎日ジョンマイラブや、2週間、頑張れ。こんばんは。すごい、もうジョンマイラブに詳しい人がたくさんいて助かる。面白そう。でもサンリオピューロランドさんでのライブ、ピューロ立ちたかったか、嬉しいな。でもファンの方とか、初めてピューロに行くよって人めっちゃ多そうね。新鮮だ。
終わった配信。ということでですね、でも楽しみ、なんか久しぶりにエイトの日がちゃんと8月8日に開催される予定じゃないですか。ちょっとまあね、去年みたいに不慮のスケジュールになる可能性はまあまだなきにしもあらずですけど、でもそう、それがすごい嬉しいし、こんばんは、初ピエロになる、お、こんばんは。3回目だけど10月に行こうとしてたから嬉しい、あ、イエーイ。そう、月曜日っていうのがねちょっと難点ですよね。こんばんは、こんばんは。あ、すごい、配信終わってから来てくれたのかな、みんな。こんばんはの民が増えた、ありがとう。ピエロ行く、人生で行くことなんてないと思ってた確かに。こんばんは。東と西で分断はされているんですけど、どっちも全員出る曲はあるらしいんですよ。そうそうそう、だからどっちの公演に来ても一応全員ステージで見ることはできるみたいなね感じです。こんばんは。車で行ける、あ、そっか、駐車場あるのか、ピューロって。よいしょ、ピューロね。サイリーに会いにピューロ行く、あ、嬉しい。行けたら行きたいけど当たるかな。ねえ、マジでさ、いつもより倍率がなんかとんでもないことになりそうではある。どうだろう、平日でも、平日でもみんないつも結構駆けつけてくれてましたもんね。うーん、大変だ。ピューロって長野県民からしたら絶対に車確かそうさ、都内のさ、都内ですよね、住所的には。都内のさ、そのちょっと長野寄りの方にあるじゃないですか。ディズニーとか行くとさ、一回こう首都高を通って千葉まで行かなきゃいけないけど、そう、長野寄りにあるから、そう、行くなら絶対に車だよね。確かにどう考えても車だったわ、長野からだったら。ふ、どここれ、多摩市どここれとか言って、府中カントリークラブが近くにあるよ。ちょっとめっちゃ引いてみよう。あ、ほらほらほら、やっぱ長野県寄りにあるから、東京の中でも絶対ど絶対車だね、長野県民だったら。東京の片田舎みたいなとこまあその都内、都心ではない方ですね、市だもんね、もう区じゃない、多摩市。すでに夏休みを取っております。あ、準備満タン、国屋さん、ギフトありがとう。あ、短冊2つもありがとうございます。京王多摩センター駅が最寄り、多摩モノレール、八王子インターからバイパス、全然わかんないんだよね。ちょっと見てみよう、最寄り駅、島次郎広場近くにあるやん。京王多摩センター、小田急多摩センターが最寄りなのかな、多分。え、なんか隣にあるさ、多摩中央公園にチャップチャップ池あるんだけど、めっちゃ名前かわいいやん。あー、でも多摩センター駅行った気がするわ、前回サンリオピューロランド行った時。よいしょ、意外と神奈川より、あ、そうなのね、ちょっと待って、ほんとだ、めっちゃ神奈川に寄ってるんだね、すごい。神奈川、県境によってはめっちゃ神奈川に近いじゃん。神奈川ってすごい変な形してるな、ウニュンって形で。あ、読売ランドって神奈川なの全然関係ないけど、ほほうほうほう、そうなんだ、いっぱい遊園地出てくるこの地図、すごい。
電車をご利用の方、京王線か小田急線か多摩モノレールって書いてある。あ、多摩モノレールも近くにあるんだ。お車をご利用の方、駐車場1日1800円、台数80台、あんまり多くないね。あ、でも近くに別の駐車場があんねや。スコア1200台800台200台って止めれるからいっぱい止めれるね。当たったら初三流、いいね。東京住んでた時だったら近かったけど羽田空港から行くのは遠そう。確か羽田空港って遠くない？そう、あなたピューロランド東京行くから遠いって文句言ってた。うん、マジで遠かった覚えしかない。多摩でバーベキューしよう。え、何、バーベキューできる場所が多摩になんか有名なとこあるのかな。いいですね、バーベキュー。電車なら橋本経由で八王子から。なるほどね、なるほどねって言ってるけどあんまりよく分かってないから今。正確には京王相模原線だから。あ、京王にもなんとか線みたいなやつがあるんだ。むずっ。東京アイドルフェスティバル2022、確か7日にさ TIFF あるやん。 TIFF8 の日すごい大変そうだね。めっちゃ一言なの出るか分かんないからめっちゃ一言です。小田急線沿線住まい、小田急沿線住まいの俺は勝ち組。それは勝ち組。こんばんは。メンバー喜んでるからそれで嬉しい。え、なんか優しいね、めっちゃ優しい、素敵、その心意気優しい。でもさえもなんかメンバー喜んでるの見てなんかちょっと嬉しかった。メンバーが喜んでるのってすごい微笑ましくていいなってめっちゃ思いました。そうそうそう、さえはまたチームメイトとユニバコラボしてくんないかなって5年ぐらい祈り続けてるんだ。また夏のイベントやらないかなって5、6年は祈り続けてるんだな。8月11日もなんかある。あ、そうなんだ。あんまり8月のスケジュールよく分かってないんだよね。ねえ、サンリオのキャラクターたちとね一緒に出れたらいいな。さっきの案件もあったし。ユニバのエイトライブ全部行った。全通はすごい。でも嬉しい、サンリオ。ワンデーパス付きってチケ代高いかな。どうなんだろう。ピューロの相場が分からん。ピューロね。でメンバーが喜んでるのがさえも本当に嬉しい。とても。さえもこれを機にサンリオ好きになっちゃいそう。別に嫌いじゃないんですよ。全然好きなんだけど、その他のメンバーに比べるとやっぱ好き度が低いんですよ。普通に可愛いなーぐらいなの。そう、さやは可愛いなーくらいだから、これでこうなんかピューロでグッズとか買っちゃうぐらい好きになれたら嬉しいな。ねえ、ポムポムプリン入れる人いなかったのかな。絶対一番可愛いと思うんだけど、ゴールデンレトリバーの男の子やし。子供の時グッズ持ってなかったの。それサンリオね通らなかったんですよ、その成長過程で。そうだからグッズとか持ってなかったな。こんばんは。そうなんです。それなんかあんまりさ世の中の人間がまあ通るだろうっていう道を通らないでさなんか育ってるっぽくて、アンパンマンとかも通らなかったし、
三流も通らなかったんですよ。そう、なのでそうなんです、遅めの三流を通ろうと思ってる。サンリオって大体さ、もう保育園ぐらいでうわ可愛いってなって、そっからずっと好きみたいなのが普通じゃん。だから遅めに通ろうと思ってる。そう、ガンダムを通らず。おお、ガンダムでも本当に年代にもよるけど、さやぐらいの年代だと通ってない子も多いけどさ、本当にちょっと上ぐらいだとみんな男の子好きぐらいのねテンションでしたよね。うちのいいちゃんもパパもガンダムとっても好きだし、こんばんは。そんなんでこれを機にサンリオオタクになれればいいなと思ってる。ポムポムプリンがでもいっちゃん可愛いから、それはもう譲れないね。待って、キャラクター見よ、知らんキャラクターいっぱいいる気がするから、一旦キャラクター見るわ。え、キャラクター、まずキャラクター一覧、ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモン。ほら、だってこのキャラクター一覧の並び、キティちゃん、マイメロディ、ポムポムプリンだよ。あ、ポムポムプリンやん。絶対可愛いやん。ポム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 プリン言えないんだよねそれ。よいしょ、ポムポムプリン、ポムポムプリンですよ。やっぱ時代はポムポムプリン、シナモン、リトルツインスターズ、キキララね。キキララがリトルツインスターズって呼ばれてるのはちょっと知らなかったんですけど。ウィッシュミーメル、マジで知らんわ。グデタマ、グデタマ一時期なんかすごい一世風靡してましたよね。キリミちゃん、キリミちゃんもなんか一時期流行ってた。バットバツマル、バットバツマルくんってさ結構古くない？その生まれてからいつからいるか分かんないけど、でも全然何のキャラクターか分かんない。ポチャッコ、ポチャッコは元あのチーム4のもう卒業しちゃったんですけど、さややさんがめっちゃ好きで、さややさんがポチャッコのなんかグッズを持ってたことでポチャッコっていうキャラクターの存在を知ったのを覚えています。あ、そう、マリアちゃんはキリミちゃんが本当に好きって言ってた。そう、バツマルくん推し意外と多いね。いいね、こんばんは。え、キキララってなんか月のさ大きさみたいなさ感じじゃなかった？なんか実はめっちゃでかいみたいな、月と比較してみたいな感じだった気がする。ケロケロケロッピ、モップモップモップ本当にしょうか、知らんキャラや。ミュウ、これも知らない。アグレッシブレツコ、これも知らない。コギミュン、コギミュン最近知りました。ボンボンリボン、知らない。リップ、知らない。ルビー、知らない。ウサハナ、ウサハナはねなんか小学校保育園の時にねなんか知った。バツマルくん、オーラが子供の頃からやから30年以上、すごい、何子さんというか古いキャラなんだね。白ウサ、黒ウサ、待ってこれなんか知ってる、全然知らないのに知ってる、なんで知ってるんだろう、分かんないっすね。シュガーバニーズって名前なんだ。メンタくん、アヒルのペックル、お猿のモン吉、コロコロクリリン、タキシードサム、ハンギョドン、みんなのターボ、マロンクリーム、ポンポコポコポン、ノラネコランド。これ今のとこ今の10個ぐらい全部全然知らないですね。ハンギョドンはなんかナナさんの家にいるから知ってる。そう、え、サンリオってこんなにキャラクターいるの？ピンキー&リオ、ダニエル、あ、この辺あれだ、ミニーちゃんの
愉快な仲間たちみたいな、パパママたちだ。タイニーチャム知らないな。クロミちゃんはマイメロの敵みたいな子でしょ。マイスイートピアノ、リトルフォレストフェロー、分からん。あの、この辺シナモンの愉快な仲間たちない。モカ、カプチーノ、シフォン、エスプレッソ、ミルク、小豆、品川モンジロー、すごい渋いのいるシナモンの仲間。富山健二さんゲストありがとう。すごい品川モンジローっていう渋い名前いるな。かわいいね。この子推しにしようかな。めっちゃシナモンと顔似てるけど。カプエモン、シフォマル、グデタマ、ギュデチャマ、シャキピオ、え、何、グデタマにも仲間おるんや。パンダバ、ペコス、知らない。ルン、ルンルンルル、ダララフローラ、ミルキーミミ、スミレ、ヒマワリ、ローズ、リン、スピカ。これ何のキャラクターなんだろう。みんな同じ顔してるからなんか一個のキャラクターなんだろうな。モモウサ、ハナウサ、ブンブク、ハナ、ゴーエクスパンダ。あ、ゴーちゃんってさ、なんかのテレビ局のさキャラクターじゃないの。これテレビ朝日のマスコットキャラクター。これ知ってるな。そして歌舞伎にあんだろうと、いっぱいいるね。あ、品川もんじろう、訳してシナモン、天才や。え、クロミちゃんって敵じゃないの。え、それ前メロさ、なんか話全然知らないんだけど、クロミちゃん敵じゃないんだ。あ、そうなんだ。ごめん、それは申し訳ないことした。それは本当に申し訳ないことしたわ。違うんだ。それは申し訳ない。品川もんじろう、これから推しにしようかな。姿形はシナモンそっくりだけど、本当の正体はまだ誰も知らない謎に包まれたキャラクター。めっちゃ可愛い品川もんじろう。頭に湯飲み乗ってるもん。頭に湯飲み乗って和服着たシナモンですもん。めっちゃ可愛いやん。新幹線のキャラ、え、なんかいるよね。なんか男の子の、あの、いやダメだな、男の子向けとか今の時代にちょっとそぐわない言い方しようとした、反省です。え、キャラクターにさ、その新幹線みたいなやついないんだけど。ピューロのキャラクターじゃないのかな。サンリオのキャラクターではあるけどみたいな。むず。ドキンちゃん的な。ドキンちゃんも別に敵じゃないの。え、ドキンちゃんってバイキンマンの仲間みたいな感じじゃないの。え、わかんないです。アンパンマンも通ってないから、そのアンパンマン例えされてもさ、わかんないっていう。これよくないですね。そう、クロミちゃんはマイメロの幼馴染。あ、そうなんだ、かわいいね。なんかマイメロとかクロミちゃんとかはさ、なんかなんていうの、地雷系ファッションってよく言われるタイプのさ、フリフリの服あるじゃないですか。ああいう服着てる人たちってさ、クロミちゃんとかマイメロすごい好きなイメージ。そう、かわいい。しけさこんばんは。ドキンちゃんはバイキンマンと一緒の敵でも、そんなに悪役でもない。あ、そうなんだ。みんながシナモン好きってなって、私もシナモン好きっつって、自分だけ品川もんじろうだったらめっちゃおもろいねそれ。今度から行ってみようかな。誰かシナモン好きって言ったら、あ、私もね品川もんじろう好きなんだよね、うんってなりそう。めっちゃおもろいね。エイターは下調べ万全だから、エイトに広がったら三両めっちゃ詳しくなるよ。確かに。こんばんは。マイメロのお母さんの動画見てみたら結構面白いですよ。見てみよう今度。って言って、今度ってね、次の日には忘れちゃって見ないんですよね。幼少期にマイメロの天然による不幸を受けた恨みは黒み日記を参照。何、そんな深い闇があんの。あんな可愛い顔してマイメロ結構ひどかったの。黒み。だ、多分あれなんだろうね。悪い子じゃないんだけど、マイメロが純粋がゆえに、傷つけたんだろうね、クロミちゃんを。
マイメロ絆創膏貼ってあげるからね、あ、ずれちゃったって言って皮膚ごと絆創膏を引き剥がして泣き叫ぶクロミを見ながら、もう一回貼ってあげるからね、あ、またずれちゃったって再び皮膚ごと引き剥がすマイメロ可愛いよっていうツイートあるんだけど、そんな怖いことすんの？マイメロってめっちゃ怖いやん。クロミちゃん、クロミ日記、こんばんは。マイメロちゃんは天然なんだ。なるほどね。天然がゆえにクロミちゃんをあれし続けたのかな、傷つけ続けたのかな。クロミちゃん日記みたいなの分からん、出てこないけど、ウィキペディア見よう。姉御肌で人情に熱い、強気な面、イメージない、かわいいね。じゃあマイメロとクロミちゃんって幼馴染なんだ。マジで知らなかった。マイメロクロミ全然知らなかったな。あ、でもクロミちゃん可愛いな。あった、サンリオの公式サイトでキャラクター見るね。ポモポモプリン、やっぱ何も考えてなさそうな顔が一番可愛いな。クロミちゃん、クロミちゃん可愛いぞ、めちゃくちゃ。あ、ピューロにいないキャラクターも出てきた。パピダンブイ、何パピダンブイって。パピダンブイ、サンリオの公式サイトに来たらもっと知らないキャラクターがいっぱいいた。小さい頃からマイメロの災難を受け続けたためひねくれた。何にも考えてなさそう。ポンポンプリンってさ、なんか何にも考えてなさそうなポワーンってした顔してない？つぶらな目、目、口みたいな、なんか何も考えてなさそうな顔してない？めちゃくちゃ可愛くない？さ、このなんか抜けた顔が好きなんですよね。気の抜けた顔みたいな。で、サンリオってさ、その絵のタッチがさ、キャラクターによって全然違うじゃないですか。それがなんかそのいろんなファン層をこう取り込めそうで素敵ですよね。マイメルよりクロミちゃんの方がなんか好きになってきちゃったかも。自称マイメロのライバル、乱暴者に見えるけど実はとっても女の子らしい。かわいいじゃん、めちゃくちゃ。三輪車で爆走するブンブンドライブが大好き。いいですね、いいですね、非常に素敵な趣味をお持ちです。この子は三輪車で爆走するのが好きらしい。サンリオのキャラクターは沼、確かになんか知れば知るほどなんか好きになってきたかも。クロミちゃんとかマイメロって今まで全然知らなかったから興味を持たなかっただけで、知ってるとめっちゃ知り始めたらちょっとおもろいというか好きになってきた。キティちゃんって11月生まれだったんだ、知らなんだ。同じ誕生日の子いないかなと思ったけど、いないわ、残念。不明のキャラクターめっちゃおる。こんばんは。ケロケロケロッピーやね。ケロケロケロッピーのあのなんだろう、なんて言うんだろう、あのちょっとこう
抜けた感じのデザインが可愛いですよね。シンプルな顔がとても可愛い。しかも今月誕生日ですよ。ケロケロケロピ。こんばんは。素敵ね。楽しくなってきた。サンリオを知れば知るほど。本当に知らないキャラクターっていっぱいいるんだ。でもさ、保育園、あ、うん、保育園の時でも通ってないんだよな。なんかサンリオのさやの好きなところは結構そのなんだろう、抜けたデザインの子が多いことがさやの結構好きポイントですね。かなりそのガチガチに作り込んだキャラももちろんいっぱいいるんだけど、顔ね。でも結構サンリオのキャラってさ、顔がシンプルじゃないですか。非常に目が点みたいな、それがね結構好きなんですよ私は。みんなに共感してほしい、できれば。ごめん配信が止まっちゃった。チケット代指定席8900円。あ、でも普通のコンサートくらいですね。こんばんは。キティちゃんもわざと口がない。あ、そう、キティちゃんはなんかその見てる人のその時の気持ちとかで、あの表情が、印象、表情から取れる印象が変わるようにあえて口つけてないってデザイナーさんが言ってたのを見たことがあります。どんなキティちゃんがその口がないことによって悲しそうな顔してるのか、なんか楽しそうな顔してるのかはその見てる人が感じ取れるようにみたいな、あえて感情があんまり分かりづらいデザインにしてるみたいなね。そうそうそう、意外と知ってるんですよ通ってない割には。まあこれを機にみんなサンリオピューロランドに詳しくなろう。ということでぼちぼち終わりにしますかね。生配信も無事見届けましたし、ちょっと8の日の公式サイトあるかな、公式サイトのページ、8の日、あー2022って打つと新春の方しか出てこん。チーム8、そうか、今年8の日を2回やったみたいなことにはなるのか。1回エンターテインメントホール、1回エンターテインメントホールなんてあったっけ。サンリオの作り忘れちまいました。1回エンターテインメントホール、全然記憶にないですけどと昼公演は西日本メンバーが中心で14時開演、夜公演は東日本メンバーが中心で17時開演、15、16、あ、じゃあ間が全然時間ないんですね。なるほど。しかもピューロランドが閉演が早いから普段のコンサートより夜公演の時間がとても早い。メンバーの休憩はなさそう。はい、で8900円、指定席、サンリオピューロランドデイパスポート、来場予約、イベント入場料全てが含まれています。応募期間は7月6日から7月17日までなので、皆さん忘れずに、チケット
応募していただければと思います。よろしくお願いします。みんなよろしくね、みんなよろしくね。エンターテイメントホール入ったことあるかな。最近さ爪が長くてさすごいタイピングしづらいんだよね。エンターテイメントホール、入ったことないな。エンターテイメントホール、この前入ったのはフェアリーランドシアターだ。いっぱいシアターがあるんだね、ピューロには。はい、そんな感じで詳細はこんな感じでございました。皆さんよろしく、ね、今年はエイトの日ができるといいなと思います。このまま去年みたいにならないといいなと思っております。ではランキング見ます。13位中心さん、ありがとうございます。12位超大森ゆなとりどんさん、ありがとうございます。え、すごい、ゆなちゃんのファンの人が来てくれてる。今日はこの後ゆなちゃんとゲームします。11位ラピスさん、ありがとうございます。10位ピアノマンさん、ありがとうございます。9位バイコドさん、ありがとうございます。8位谷口ひろきさん、ありがとうございます。7位ケンケンさん、ありがとうございます。6位やつさん、ありがとうございます。5位ケロンさん、ありがとうございます。4位わさっぴさん、ありがとうございます。3位コクヨさん、ありがとうございます。2位トメさん、ありがとうございます。1位はとてもケンケンさん、ありがとうございます。ということでさやは明日久しぶりにね、ちょこっとだけ、ほんのちょこっとだけお仕事があるので、明日は暑いけれどもお家から出たいと思います。では皆さんおやすみ、バイバーイ。